俺は今日、彼女が他の男と一緒に話をしている姿を見てしまった。それを見て、あまりに頭に来た俺は、ネットで呪いの本、というものを見つけ、それをすぐさま購入してしまった。数日後、その本が届き、早速彼女を呪うことにした。ページを開くと、最初のページに注意文が書かれていた。そこには、ここに書かれている手順に実行すると呪いが成立するが、手順を間違えると、呪いはあなたに返ってきます。でも俺は迷うことなく行うことにした。1ページ目、目を閉じて呪いたい相手の顔を思い浮かべます。2ページ目、どんな呪いをかけたいかを思い浮かべます。あまりにひどい呪いをかけるに決まっている。よし、3ページ目、最後に目を開けます。あ、